はいどうも、タケスポチャンネル店長の竹中です。おすぎです。ゴールデンウィークたくさんのご来店本当にありがとうございました。ちょっとこの動画ね、ゴールデンウィーク後に撮らせてもらったんですけど、はい、本当にたくさんの方が遠方から見えたりとかして喜んでいただいて、みんな片付け希望ね、嬉しいですね。嬉しいです、はい。で、側線としてね、こういうアイシング U 作らせてもらって、あれもね、はい、存在いろいろ知ってもらえてよかったんじゃないかなと思います。はい、はい、今回はですね、ちょっとグローブについてちょっと詳しくなれる回にしようかなと思います。はい、グローブね、いろんな機能あったりとかしてね、はい、でもこれってなんでやるんだろうとか、見た目だけなのかなと思う部分あると思うんですけど、見た目だけじゃないよっていうことありますんで、それを紹介していきますんで、ぜひ最後まで見ていてください。ね、今回紹介するのは、はい、グローブのね、折り返し部分について。ちょっと今回はマニアックというか、マニアックなのかな、折り返し的でどこってなる方も多い。ああ、そうやなって言います。折り返し時どこになると思うんです。スラッガーの今年の新色、はい、GR オレンジで、 GR オレンジ、はい、折り返しというのは、はい、折り返し、ホケメンの皮が、ベロンとこの背面側のここに来てます。これが折り返しってやつです。そうですね、補給面の皮とここの皮はつながってるんですよね。そうです。あのオーダーのシミュレーションとか分かりやすいですよね。あ、そうですね。あの背面と補給面の色違う色にすると、ここだけ補給面の色と同じ色になるはずです。こちらのグローブですね、はい、補給面がスプレッディットオレンジで、これとつながってるので、こちら側も背面側もここがスプレッディットオレンジ、はい、でこれが折り返しがあるグローブっていう。そうですね、ですね。まあ8割9割はこれですよね。まあほぼこれですね、はい。こういうのを踏まえてですね、もうめっちゃめちゃ少ないんですけど、はい、折り返しなし、なし、はい、もあります。それは、こちらの人がクボタスラッガーになってしまうんですけど、はい、MP19。MP19。ここ注文してください。紐が入ってるから、はい、こちら折り返しなしということで、ここに何もないですね。はい、はい、これが折り返しなし。まあ見た目が、ちょっとなんかのっぺりするんですよね。そうですね。なんでこれはちょっとここに紐があるおかげでちょっと騙されてますけど、はい、これもし H&M とかするとなんかここ足りないなっていう感じになるよね。そうです。普段見てる方がすると、うん、どういった意味が、これ深くなりにくいっていうのが一番かなと、はい、そうですね。浅いのをキープできる。ただこれがあるから浅くなるっていうのはまた違ってて、うん、深くなりにくいっていうのはちょっと今後キーになってくるんですけど、まあ深くなりません。皮が伸びないので深くなりにくいです。そうですね、なので、まあ、浅い仕上がりのグラムになりやすいことが多いです、うん、でここね動かしやすい。あ、そうですね、皮が当たってないので割と親指の動きも良くなりやすいです、はい、さっきで色変えるとしたら、もう補給面がこちらの色全く違う色になったんですね。そうです、これ分かれてるんで、はい、指のパターンが少し変わってて、親指の内側か、これちょっとサムホールド入ってるのあれなんですけど、普通はみ出しが1本入ってて、親指のウェブ側っていうんですかね、ここと人差し指のウェブ側の色は一緒になっちゃいます。つながるんですね、はい。先ほどのグローブで言うと、ここのちょうど中の水色の部分と、はい、ここがずっとつながって、ここ一体が一緒の色になる。そうですね、まあカラーを出せるときはっていう風になります、はい、はい。まああまりもうこの形ないんで、まあ、スラッガーの少ないこの形したらこういうのもあるよっていう。そうですね、のが大事ですね、はい。結構押し込みもしやすくなりますね。あ、そうだね、昔のスラッガーでいうグッとこう絵頭名人みたいな、クボタスラッガーね、ザーッてこういう使い方する方はこういうのの方が皮が薄いんで押し込みやすいんで、はい、こう取れますね、はい、そうです、はい。でもう一個あるので、はい、まあ、次のチャプターではこれちょっと見た目あれだなっていう方いるじゃないですか、どうしても特徴的なんで。そうですね、ちょうど折り返しとこれの中間のタイプがありますので、はい、それを紹介したいと思います。チャンネル登録よろしくね。中間層、中間、はい、まあ、俗に言う折り返しハーフだとか、はい、ハーフクロッチ、ハーフクロッチと言います、はい。それがこちらのモデルですね。こういった形でここにのっぺらだったところに折り返しを入れますね、はい、はい。なのでこれも同じように伸びづらいと、ただし見た目も一応折り返しがある風に見えます。まあ、ちょっと外れちゃいましたけど、水野の時のタティスジュニア、あ、はい、がハーフクロッチ、ハーフクロッチ、ね、はい。実際は坂本モデルでしたけどね。あの一般的なモデルは、はい、ここが違うとだけかな。そうですね、はい、はい。なんでちょっとね、
これだと違和感感じづらくなるじゃないですか、はい、それでいて深くなりづらい、はい、っていう機能が備わっております。まあ本当さっき出た折り返しなしと、折り返しがある通常タイプの、まあ、イメージ中間ぐらい。そうですね。ただ正直折り返しなしよりこっちのハーフタイプの方が多いですよね。多いですね今は、はい、でさっき言ってたじゃあ逆にどういうグラブに多いのかっていうので、今は正直深いグラブに多いですよね。ああこれ以上深くならないようにとか、ね、そうですね、はいはい、なのでさっき言ってた折り返しがハーフだから折り返しがないから浅くなるっていうよりは深くならない。うん、なので逆に言うと深いグラブにこれやればそれ以上深くなりませんよっていう意味合いもあります。そう、はい、ここで折ってあるのでね伸びづらいです本当に。皮がこれ止まります。はい、まあ、多少は伸びますけど、はい、普通のタイプよりかは伸びないですよね、はい、伸びないので深みが出にくい。そうです。これとかも、CK4 なんですけどハーフのタイプと普通の CK4 があって、ハーフの方がやっぱり、浅く仕上がるというか深みが出にくいです。うん、ね、CK4 は結構深くて僕難しい形だと思ってるんですけど、あこっちの方がなんか僕メリハリ効く感じはあります。あ深くなりづらいか、はい、普通の CK4 だと結構深くなりすぎちゃって深いのに補給面広いなんかちょっとメリハリのないグローブになっちゃう、まあ、それはまたなっちゃう時がある。正解を探しながら、ね、そうですね。だからも結構 HH プレミアムの限定なんですけど、あーハーフクロッチ結構個人的には好きです。そうですね、はい、まあ相性もいい、まあ、前も動画で紹介しましたけどこの HH プレミアム自体の皮は伸びづらいんで、はいはい、さらにこのハーフクロッチで伸びづらくしているので、うん、その機能と性能が何ていうかなガッチリ合ってるっていうところありますよね。あそうですね、コンセプトを一致してますよね。結構違うのもあるんですかね比較したいのにこうするのみたいなところもあるんで、それは本当にあるんですよ。もうメーカーはいっぱい作りすぎちゃって、はい、そういうコンセプトが迷子になることもあるんですよね、うん、これもそのガッチリいってますんで、はいで、ローリングスについてはなんか僕らはちょっと特殊なウィザードとか、はい、フィンガーシフトしかやってなくて、はい、定番の一番売れるタイプを紹介してないっていう後で気づいたリクエストもあったんで、それは今度まだどっかで特集しようかなと、はい、僕らを押す内野手の品番、外野手の品番、はい、紹介したいかなと思います。はい、はい、そうですね。はい、今回はですねこういったグラブにも折り返しがあるタイプ、折り返しハーフ、折り返しなしといって、これによってグラブの使い方、形が全然変わってくるよっていう話ですね。はい、まあ、あんま少ないね、本当これは少ないですね。はい、少ないです、この形は、まあ、うちも本当両手で収まるぐらいしかないです。うん、そうやね、はい、まあ、メーカーも作らなくなったんだけど、うん、あとやっぱ高校生に行くとなんか本当にないのはなんか違和感を感じてかっこ悪いもの苦い思い出じゃないけどあったから、あんまうちも仕入れてないけど、はい、まあ、でも実際少ないと思う。少ないですね、うん、あんまトレンドではないかもしれないですね。そうやね、深くしたい選手多いからね、はい、そういった面でただ知っておくことは大事ですからね。そうです、こういうのもありますという、はいはい、お勉強の回でございました。はい、今後もですね毎週火曜7時ぐらいにこういった選手のためになる情報だとか最新情報をお伝えしますので、チャンネル登録とグッドボタンですねよろしくお願いします。はい、ちょっとゴールデンウィーク中でだいぶ疲れましたね僕らも、はい、なんか風邪気味やしなんか体調よくあまりよくいまいち良くないしちょっとゆっくり休むときに休みたいと思います。満身そうです。そのなんかね気候も変やしね、今日寒いし突然、はい、昨日も半袖着てたのに長袖になってるんですけど、はい、はい、こういう天気でね体調崩さないように睡眠しっかりとりましょう、はいはい、それでは次回の動画もお楽しみに。またね。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。